この時間はサガン鳥栖対セレッソ大阪、こちらの一戦をお届けいたします。このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。鳥栖は 4-4-2 のシステムですがどうご覧になりますか。そうですね、各ポジションごとの役割がはっきりしているシステムですよね、はい、サイドバックとサイドハーフの連携から中央へのクロス、まあ、これが一般的な形になってきますよね、まあ、両サイドの縦の動きが非常に重要になってきますよね。さあ今ゲームが始まりました。サガン鳥栖対セレッソ大阪、この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよ ね。 そうですね、自分たちのフットボールをする、うん、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね、はい、まずは立ち上がりです。これ仕掛けるか、どうだ、シュート、早速シュートを打ってきます。もらう前にシュートをイメージしたと思うんですけどね、ちょっと焦っちゃいましたかね。この試合の最初のシュートは福田、もういい形ですよ、抜けてくる、スペースを狙った、シュート、わー、決まった、先制、セレッソ、いやー、相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか。いや、もらい方良かったですよね、しっかり相手キーパーの動きが見える位置にパスを要求し、シビアなタイミングで受けた割には冷静でしたからね、全体的に相手の守備も対応遅れましたし、ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね、気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはさあセレッソ、この時間に先制に成功です。これは自分ハット、おいい形じゃないですか。さあここでカウンター、ふわっと裏を狙う、これいいですよ、これはどうだ、来たか、頭で来た、決めた、セレッソ、いや連続ゴール、頭で見事に流し込んできました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。今日2点目のゴールです。いや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いやパスの受け方、もらう位置、タイミングシュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。さあセレッソ得点を重ね2対0という展開、立て続けですからね、持ってきてると言えるんじゃないでしょうかね、はい、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。ふわっと裏を狙う、このスルーパス、さあどうだ、上条、これはファールです。鳥栖が最終ラインまでボールを下げる、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。丸橋からのフィードボール、このボールはカットされます。丸橋からのスルーパスは通りませんでした。川原、ワイドによく見てますよね、ここは中に入る、どうする、ルーズボール、船木、ここで丁寧にボールを扱う、サイドへ大きく縦へ、パスでつないで攻め込んでいきます。もう一つ前に行きたい、これをカットします。長いフィード前線へ、
つながります。打つキム・ジンヒョン止める。いやーファインセーブでしたね。いや素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。奥の裏を狙う。いいこれはどうだ。シュートレンズです。上げてくる。どうだ。これはキーパールーズになる。縦へのボール。さあカウンタースピードを上げたいところ。裏のスペースを狙う。ここはつながりません。西尾スペースを狙う。いいボールだ。開きましたよ。前メーター。どうメーター。いやファインセーブです。いやよく止めましたね。ファインプレーですよね。ミドルシュートに行きました。上条ここはカットします。おいい形じゃないですか。さあ来たか。いけるか。ここかわす。シュート。これよく止めましたね。そうですね。難しいボールでしたけどもね。いやよく止めましたね。このピンチよく防ぎました。コーナーキックのチャンスになります。上げてくる。どうだ。スーザー。まだある。打てる。もう一度来た。キム・ジンヒョン。いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。この場面でスーパーセーブです。コーナーが続いています。このコーナーはどうだ。ここで受けて。ここでいいでしょう。クロス合わせてくるか。ミドル残ってる。ここでレフリー前半終わりの声を吹きました。さあ北澤さん、前半振り返っていかがでしょう。トスとしては先制点を与えてしまった後、そのまま相手の勢いに飲み込まれてしまいましたね。後半はとにかく慌てないことですね。確実に守っていけば必ずチャンスは来ますから、あまり攻めを意識しすぎない方がいいかもしれませんね。サガン鳥栖対セレッソ大阪、では引き続き試合をお楽しみください。さあ後半スタートです。後半の入りというのは重要になってきますよ ね。また追加点されますと厳しくなってきますからね。はい、ちょっと危ないぞ。このパスはもういい形じゃないですか。香川さあどうだ。ここでファウルがありました。幸運の注意に終わりました。危ない状況でしたからね。あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。これは直接狙える位置です。後半いきなりチャンス来ましたね。ルーズボールになる。これはクリア。プレッシャー。さあカウンターのチャンスになります。福田、福田へスルーパス抜けた。いけるか。これはどうだ。さあシュートレンズだ。チャンスを演出できるか。上げる中央へ。少し時間を使いすぎたか。最後うまくいきません。時間をかけると守備の陣形が整ってしまいますからね。ちょっと焦りがあったかもしれませんね。トスとしては1点ではなくて2点3点取っていかなければなりませんよね。そのためにはベンチワークが必要だったり選手間の修正が必要かもしれませんね。裏のスペースを狙う。船木緩いボール。トスはここクリアで難を逃れます。セレッソとしては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんですよね。なるほど。その意図は何なのでしょうか。まあ裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、うん、ラインを高めに設定してオフサイドトラップ仕掛けるという手もあるんですけども、はい、失敗した時のリスクを考えて裏のスペースを消しやり方を選択してるんですよね、うん、おいい形ですよ。来た。これはここは対応します。川原長いボール縦へ。長沼
いいプレッシャー。丸橋、川原、ここで前を抜けるか、打つ、打っていきました、うん、この勢いは大事ですよね。積極的でいいと思いますけどもね。とりあえずでも打っていけば何か起こるかもしれないですからね。早く、そして鋭いシュートでゴールを狙ってきました。シュート打つまでのリズムが非常に早いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。トスがメンバーチェンジをします。から前線へ、ここは対応します。川原、サイドは原田、堀米、さあつながるか、これを読んでいました。亀田、長いボールを送ります。サイドを使います。このパス、どうだ、ゆるく狙ったボール、いいボールだ。さあ来たか、上げる、ルーズボール、これはクリア。トス媒介します。いい形ですよ。さあどうする、トス、ここでファウルをもらいます。どうだ、タイミング合いませんでしたね。セレッソは選手を変えるようです。大きく前線へ、ここは通しません。キーパーから前線へ、スルーパスを狙う、川原、ロングフィードで狙う、浮かせたボール、いけるか、この位置で受ける、ここは通しません。大きく縦へ、ここで受けて、サイドチェンジ、ピッチの使い方広くていいですね。パスでつないで攻め込んでいきます。セレッソ、アーチのようなパス、これはつながりませんでした。堀米、ここで笛です。2対0、トス敗れました。さて北澤さん、試合の総括をお願いします。トスとしては後半早めに1点返したかったと思うんですよね。ただなかなか自分たちの流れを作らせてもらえなかった。この辺はね、相手もうまかったですよね。はい、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合解説には北澤豪さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。